皆さんおはようございます。おはようございます。定刻となり定息数に達しておりますので、ただいまから議会改革特別委員会を開会いたします。本件は特定事件であります議会改革に関する諸問題の調査を議題とし、調査を進めてまいります。本日は前回に引き続き議員定数について、予算決算について、議会基本条例についてを中心に審議を進めていきたいと思います。それではまず議員定数についてですが、まずご報告をしたいというふうに思います。先般この開催しました委員会におきまして、本件に対する各会派からのご意見以外に市民のご意見を聴取するということでですね、聴取団体、聴取内容などについてご決定をいただきました。でその後の日程方法については委員長に一任ということでご了解をいただいておりましたので、その後八代地域協議会および八代地域づくり会議に対して意見聴取のための説明を行ってまいりましたので、まずはそのご報告からさせていただきたいと思います。まずですね、3月13日月曜日3時30分から両団体の会長であらせます、徳田会長の方にですね、趣旨説明と進め方をご相談をいたしました。そして了解をいただきましたので、その後、八代市地域協議会、これ21名の皆さんなんですが、につきましては3月17日金曜日、午後4時から、また八代地域づくり会議、これ30名の皆さんですにつきましては3月25日土曜日10時から、両団体に対しまして意見聴取の趣旨、議会改革に伴う現状などを説明してまいりました。でその時に配布しました内容につきましてはですね、今から回覧で、回したいというふうに思います。この間皆さんのところにもお上げしている資料等でもありますので、改めて一部ずつは紹介、準備はしませんでした。で回覧で回したいというふうに思いますので、ご一読いただければと思います。でこの意見聴取のですね、提出なんですが、返信用封筒を入れまして、返信用封筒で返していただくということで、締め切りを4月10日月曜までというふうにさせていただいております。以上をご報告とさせていただきます。本件について何かご意見等ございませんでしょうか。委員長。はい、成松議員。うちの会派からいろいろと各地域にということで、はい、お汲み取りいただいてありがとうございます。ただ手法とかそういったことは、政府委員長に、はい、一任ということではあったんですが、具体的に、こういった形でこういうふうに進めていきたい旨を一回委員会の中で話された上で動かれるのかなというふうにちょっと理解しとったものですから、一部町協の方々から、こういう意見聴取のお願いがあったということでお話があったときに、今議会改革でそういう取り組みを、している部分でありますのでという程度の話しかできなくてですね、はい、よければその、私の理解であると、こういう方法でこういうふうに進めていくんだよっていうのを委員会の中で一回言っておいていただければ、こういった内容でよろしくお願いしますっていうのがちょっと少し具体的に説明できたのかなというのがあってですね、はい、こういうことでこういう意見聴取をやるっていうそのやり方とか手法というものを具体的に、はい、聞いていればよかったかなというふうに思います。その町協もですね、皆さんもそれぞれ考え方があって、でドガナットとかとか唐突感があるとじゃないとかという困惑された声もあれば、そういうことをやってるんであればその積極的にこう協力していかんといかんよねっていうような声もありましてですね、できればこの進めるにあたっては委員会に、こういうことでやるのでというのが事前に分かるとありがたいなと思います。そうするとこう我々も対応というか、こういう状況なのでこういうふうにご協力をというような話も促せるのかなというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。時間がない中ということでスピードが持ってこう政府委員長でパパッと動いて取り組まれたというのは理解しますけれども、できればそういったことが事前に分かると進めやすいのかなというふうに思います。はい、分かりました。そうですね、ご意見として承ります。
まあ、日程が決まった段階ででもですね、こういったふうに動きますということ、また徴収の方法についてはこうですということをですね、ご報告しておくべきだったかなというふうに私の方も思います。申し訳ありませんでした。で、まあ、進め方としてはそういうということと、地域協議会のところでですね、お話をしているのは、まあ、両方なんですが、特に地域協議会のところは町協のところで例えばその公区で一つの意見としてまとめていただく必要はございませんと、まあ、出た意見をですね、まあ、いろんな意見、ご意見が出ると思うので、そのご意見をですね、変えて提出してくださいということもお話をしておりますので、例えば皆さんのところの町協の中で、なんかその意見ば一緒にまとめなんとかいっていうふうなご意見とかがお問い合わせとかありましたら、それはそうではなくって、出た意見をですね、たくさん出ればたくさん出たっていうところで変えてくださいというふうにちょっとお答えいただければ助かります。よろしくお願いいたします。委員長、はい、谷町委員、ということは、まあ、具体的にもう上がってきた意見は全部そのなんかペーパーかなんかあるんでしょうけども、それに書き込んで出すということなんでしょうけども、はい、例えばその地域の中でもいろいろと賛否両論があって、で具体的にその意見の聴取する場面とか、対象の方々がどの程度でどういう形とかというのは、具体的にはどういう状況になってますかね。それとその説明に行かれた時に反応はどうだったのかなというのもお聞きしたいと思いますけど、はい、特段ですね、まず説明にお伺いしたところについては特段ご意見ご質問は出なかったんですが、一つ、ご意見としてはいろいろご意見を出していただくということとですね、どんな団体で、例えばどんな団体で何人でどうするっていうことについてはですね、もうそれは地域づくり会議のところ、地域協議会のところにですねお任せをするということにしてます。お任せ、はい。で、徳田会長のところでですねお話をしたときに、ちょうどそのタイミング的にはですね、ちょうど司法が配られるタイミングなんですよ。で、ちょうど今から先27日とかで、そこについては非常にこう一番集まりやすい町協のところがですね集まりやすい時期でもあるからということで、そしてまた会議の開催時期であるとかメンバーであるとかということについては、一つもその校区で非常にこうバラバラであるので、それはまあ、町協の、まあ、会長さんの判断で、それはもうそこで、どの範囲で意見を取りまとめていただくかということについては、もう町協にお任せをしています。はい、はい、各航空町協の、もうやり方にお任せっていうことですか。はい、委員長、はい、なります。ですね、例えばある旧町村の町協の方からは少しちょっと厳しい意見があってですね、これは町協に振るべきことなのかというような意見がありまして、で、いや、まあ、それはもう議会改革の中でうちの自民党会派の中からも意見を出しているので、まあ、ご協力をという話はしているところと、まあ、うちあたりはまあ、それはいろいろな意見聞かなきゃいけないよねっていうのもあって、かなりその町協単位で温度差があるような感じで私は現在受け取っとったんですけれども、まあそういうのも含めてこの間のそのまあ反応というのはどうだったのかなというのがあったんですけど、まあ特段意見はなかったということと、対象は各航空町協にお任せっていうことであれば、その温度差の部分っていうのが多少ある部分というのは、もうそれはもうしょうがないですかね。各国にお任せなんですね。で、もし何かいろいろあったら、事務局の方にですね、お問い合わせくださいということもあってるんですが、何かありましたか。特段ない。問い合わせなし。委員長、よろしいですか。はい。関連ですけど、自民党さんの方からこの提案をされたんですよね。はい。これ確認しておきますから。はい。ですから今意見が出ておるわけだと思うんですよ。それは吉原氏とかそのどういうようになったのかっていうのは、それは決定今からその結果として出るわけでしょ。今から出るわけでしょ。
だけど我々の議員というのはやっぱりその組織の方々の意見というのを尊重するというのがこれはもうそういう中での提案を自民党がされたわけですよね。から私どもはそれに根回したなんかする必要もなんもなかし、そういう意見をやっぱそのそういう中で委員長副委員長がきちっとしてからですね、そのアンケートを得たのそれで判断してから我々委員会にそれを提示していただければ、それで委員会でそれをやっぱり議論していくという、うん、そういう流れを作っていただければと、どうでしょう、そういう流れでしょう。そうです、うん、ありがとうございます。そういうことだと思います。はい、そのように進めたいというふうに思います。多分なりませんのところはいろいろお声が来たところでですね、ご心配をされている部分でご発言だというふうに、うん、対応の部分です、ね、うん、思いますが、よろしくお願いいたします。まあ事務局の方にですね、特段地域まあ、まちづくり会議も含めてですね、特段お問い合わせはないということですので、各ところ意見聴取4月10日までということになっておりますので、それで集約をまずは進めたいというふうに思います。それでよろしいでしょうか。はい、その他議員定数について何かございませんか。よろしいでしょうか。はい、はい、はい、よろしいですか。これですか。はい、じゃあ本件議員定数については、以上で終わりたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい、はい、それでは次にですね、予算決算について審議を行いたいと思います。これまで各市のですね、状況を、含めた資料を配りして、でこの間あれを提案の分を皆さんの資料をお持ちですかね。一つはこのこれの分と、あともう一つが予算審決算審議というところでですね、その前のご意見を踏まえて、私のところで取りまとめましてですね、提案した部分なんですが、1月24日の資料となります。でこの時提案をしましたのが、当初予算はですね、これまで今常任委員会に分割付託をしてますので、その分割付託でということと、補正予算もこれまで通り常任委員会に分割付託と、で企業会計は決算の時期が問題があるので、これまで通りの、常任委員会で審査をするということで、大きくあったのが決算審査ですね。このやり方について常任委員会で審査をするというふうに提案をしておりました。資料がある。資料ください。はい、すみません、ちょっとお待ちください。じゃあちょっと紹介します。それでは本会議に戻します。はい、それでは、予算決算についてですね、審議を行います。お手元の資料なんですが、1月24日の資料ということで、その前段としてですね、1月11日の時に意見を意見交換やりまして、そして今1月24日のでそれに基づいて、予算決算審査についての現状と合わせて、じゃあこんな風にしたらどうでしょうかということのですね、提案をしているものです。で、提案の中身としてですね、もう一回確認をしますと、先ほどお話をしましたように、当初予算はですね、これまで通り常任委員会に分割付託をすると、補正予算も、これまで通り常任委員会に分割付託をすると、企業会計はですね、決算の時期の問題がありますので、これまで通り所管の常任委員会で審査をしたらどうかと、審査をすると。で、大きくですね、決算審査をどうするかというお話だったんですが、それを常任委員会でですね、審査をするというふうに、したらというふうに思います。でこれはですね、愛知県のところのですね、大府市のことをですね、基本にしたものなんですが、大府市の場合はですね、9月の定例会の会期中に審査がですね、行われています。でこれをすると非常に会期日程がですね、伸びているっていう風な課題もあったので、これでは補正予算の執行が遅れるし、事業に影響があるというふうに考えますので、提案としては9月のですね、定例会最終日に決算議案を上呈、これと同じですかね、今までと同じです。これをですね、常任委員会に付託をするということにします。
で、この場合ですね、決算になりますので、議会監査はですね、決算審査に入ることができないということになります。で、閉会中に常任委員会を開催して決算審査を行う。で、12月定例会初日に決算審査の常任委員会委員長報告認定の採決ということで、進めたらどうか。つまり今の、あの決算審査特別委員会が開かれているあの日程を、まあ、をざらっと言えばですね、あのあれを結局も常任委員会ということで審議をしたらどうでしょうかということになります。で、12月定例会初日に決算審査の常任委員会委員長報告と認定の採決で、これも一緒ですね。決算審査の委員長、決算審査委員長の報告があるのを常任委員会委員長の報告ということでしたらどうでしょうかということです。で、常任委員会の日程をですね、まあ、あのこの課題として出るのが常任委員会の日程をですね、どの段階で決めるか。今の決算審査の場合は特別委員会を開催して、で、委員を決めて、そしてそれで今度は日程の相談ということになるんですが、委員長副委員長決めてですね、なるんですが、あのこれを、常任委員会に付託した場合、この、通常の9月の常任委員会と、あとその決算審査を行う常任委員会の日程をですね、あのどんなふうに調整するかっていうのが、あの一つ課題としてはあるかなと。と、審査のボリュームがですね、非常にあるということがあるので、まあ、審査のボリュームからして1常任委員会が1日で終わるというふうなことでは限らないので、そうとすると2日ずつ、例としてこれもう一例なんですが、総務が2日、文教が2日で、建設環境委員会で、経済企業委員会というふうに、まあ、2日ずつ、取ったらどうだろうかっていうふうに、思いました。そしてこの利点としてはですね、決算審査、これがさっきの表になるんですが、この、 あの横長の表になるんですけどね、うちの委員会が今あの常任委員会の任期が2年ということになっています。そうすると、決算審査と当初予算のですね、審査を同じメンバーで行うことができるということと、当年度の今執行されているですね、当年度の執行状況もあの分かるということになるので、非常にこう、決算と当初と当年度ということのですね、連動が図れるということです。言うなればこう3年の事業のですね、3年分の事業と予算の連動が見えるというあの利点があるのではないかと。それとあの議員全員がですね、やっぱりこう予算と決算に関わることができるということで、非常にあの 議会のですね、チェック機能であるとか、そういったところがですね、きちんとこう図られていくんじゃないかということの提案をさせていただいておりました。で、これをですね、あの持ち帰っていただくということにあのしておりました。大枠あのその時の委員会で大枠いいんじゃないかというふうなご意見もあったんですが、各常任各あの会派のところにですね、お持ち帰りをいただくということになっておりました。うん、各会派のところのご意見をお聞きしてよろしいでしょうか。大丈夫です、はい、じゃあ山本委員、はい、私のところはもうすでにもう早くこの問題を審議をした結果ですね、流れとしてはこの方でいいんじゃないかということで、もう忘れつつありました。まあそういうことで、うちの会派としてはこの流れで、よろしいということに結論になりましたので、ご報告しておきます。はい、はい、堀内委員、はい、政界の方についてはですね、まあ、概ねこの方法で、お願い、まあ、いいんじゃないかということだったんですが、その中においてその、まあ、メリット、デメリット、まあ、利点はここに書いてあるけど、デメリットについて何か、その大府市、まあ、愛知県の大府市を参考にしているという状況があるので、そのデメリットは何かあるのかなというふうな意見が出たぐらいで、あとはもう、スムーズなその進行ができるし、議員全員がこれに関わることができる、しかも、決算と現予算と次年度の、部分当初にも関わることができるということで、まあ、非常にこう、うん、いい、ステージというかができるんではないかという、まあ、いい意見が大半でございました。はい、堀議員、はい、
委員長がおっしゃった提案の内容でですね、うちの会派も、まあ、相談したところ、まあいい方法じゃないかなという意見でまとまっているところです。はい、公明党橋本龍一議員。はい、まあ、あの堀口さん、堀口君が言われた、議員さんが言われたように、あのデメリットとメリットの、デメリットがもし何かあればちょっとお聞きしたいということだったんですけど、全体としてはこの方向いいんじゃないかという意見でした。はい、ありがとうございます。自民党会派さんはそれぞれに、うん、はい、うん、あの絆さんからいきますか。ちょっとおらんだっけ。あ、来たらあの時のとこ遅れ来たけど、はい、あの時のとこ、ですね、これについてはあの特に意欲的にうちの会派の中では特別、予算委員会の特別委員会をこう、まあ、作るような話であるとか、まあ、いろいろとるる意見は出たんですけれども、まあ、この話、あのこの案の話をした部分でいけば、まあ、皆さんが関わられて、まあ、一番、まあ、シンプルで分かりやすくて具体的でいいんじゃないかっていうような話が大半でございました。はい、ありがとうございます。ということは、まあ、あの前、はい、ああすいません、あの連合市民クラブ、はい、はい、ありがとうございます。うちの方もあの提案もさせていただきましたけれども、今回の流れというのが一番今こう考えられる中ではこういい案ではないかということで提案させていただいております。ぜひあのこういった見直しでお願いができればということでお願いしたいと思っております。はい、すみません。はい、ということは、あの一つよろしいですか。はい、ちょっと私あの自民党会の時は遅れてきまして、この会議に参加してなかったので、先ほどあの公明さん、それからあの改革クラブさんから、まあ、ありました、そのデメリットの声優会、あ、声優会、声優会だからございました。そのデメリットっていうのが何かっていうことを、その辺あれば示していただければという。あ、委員長、まあ、はい、今一緒だと思いますが、うん、そういう、まあ、デメリットとかなんかの、その、もうちょっと深く検討して、中で出して、そして、そういう何がデメリットなのかというのも、早く、あの、議題に挙げるような審議の仕方がいいと思います。はい、委員長、あの、これに反対するわけじゃないんですが、まあ、非常にあのいい、こうまあ、公平性にあの見えるやり方かなと思っておるわけですが、まあ、もしデメリットがあればという、そういう。はい、あのデメリットっていう点というか課題としてですね、あのさっき大節の件があったんですが、あの一つは大節のを参考にしたときに、あの9月の定例会中に全部押し込んでおられるので、あの9月のですね定例会が1ヶ月半ぐらい長かったんですよ。そうするとここに書いてるように、そうすると補正予算のですね、あので結局9月議会なので、9月議会の会議で閉会の時に、閉会の時にこの決算審査の認定も行うということになるので、そうすると非常にこうあの期間が1ヶ月半ぐらい任期があるので、そうすると9月の補正予算の事業とかがやっぱ遅れてしまうというふうなことを感じたので、あ、これはやっぱりそうではなくって、9月の定例会は定例会としてきちんと1回あのやった上で、あのやったがいいなというふうに思ったので、うん、で閉会は閉会中きちんとやって、閉会中の審査ということで行った方がいいということにしてます。でそれからあの常任委員会でやるということになると、非常にこう日程の決め方がですね、あの、今は先ほどお話したように特別委員会なので、閉会の最終日に委員を全部決めて、そして日程もその特別委員会で決めたりじゃないですか今。でもそのやり方だと非常に日程があのこうばらけてしまうので、じゃあ常任委員会としてこう決定していくには、あのどんなふうにあのどの時点で決めたがいいかなっていうのがある。だと1日1常任委員会が1日で終わるかなっていうふうな懸念があるんです。で、
進め方としてですね、ご提案をしたいのは、常任ここの特別委員会としてほぼこのやり方でいいんじゃないかというふうなですね、合意を得られましたら、ここで考えているだけじゃなくて、非常にこう執行部との協議であるとか、事務局のとの協議であるとかっていうことをちょっといろんな角度からちょっと検証させてもらって、それでこういった課題がありますがっていうことで、またご相談をするということでですね、進めさせていただければいいかなというふうに思うんですが、そうしないとどうも私は提案をしてこれでいいかなって思うけど、例えば執行部側から見るとこういった課題があるっていうふうに出てくるかもしれないし、事務局側からするとこういったところを整理しないと難しいですよとかっていうご意見もあるかもしれないので、一旦ちょっとここで、いや大枠もこの進め方でいいんじゃないかって、方向性としてはこれでいいんじゃないかっていうご確認をいただければ、そういったふうな協議であり相談に入りたいというふうに思うのですが、いかがでしょうか。委員長、それで構わないと思うんですけども、いやもうこの方向で、行こうと、というか、先ほど言われたところのメリットデメリットで、もメリットはもう本当に分かりやすいところであって、でそのデメリットももう部分部分ですよね。で、参考がその大節っていうことなんですけども、その大節以外でもやっとるとこいっぱいあるわけでしょ。その辺はどうなんですか。大節だけどこ、パターンのやり方だもんな、これ。ちょっとな、ちょっと関連で、はい、そのこれをしたらどこし、大節って書いてある。大節、大節、大節、はい、愛知、はい、ここは予算規模は はっきり言ってやつしろってことなのかというのが一つあるわ。はい、予算規模は、これ予算規模は、例えば600万、700億とか、だったら下も変わらんだろうけど、1000億ぐらい超えるちゅえば、また、その金額、日数が変わる。人口は9万。9万、はい、あんま変わらない。あんな、それを、9万ぐらいならやっぱり700億ぐらいですかね。あんま変わらない。変わらんなら、詰め方によっては、その1ヶ月半せずにできるということもあるし、極端に言えば小さいところであれば、うちはやっぱね、うちの半分ぐらいの予算だったら、半分ぐらいの日程でも1ヶ月半かかれば、うちはその倍の予算ならば、これ大変なことになるなっていう問題も出てくると思います。そこは議論に考えてやってもらうというのがいかがじゃないでしょうか。委員長、はい、成田知事。なので一回、この方向でちょっと研究してみようっていう形にしてですね、もうやるやらんとか、もうガンと決めてそれで進めるとかじゃなくて、もうこの方向でちょっと研究しましょうということで、あと具体的にどの辺がどうなのかっていうのと、でまた今からその何かな、大節以外のところでも参考になるような事例があれば、そういうのも取り込んだり、あと角度変えてその執行部であったりとか、事務方であったりとかで、部分的なその修正でもう大節だけしかやってないということになれば、むしろそれを参考事例にして、その八代オリジナルを作る部分であれば、そのオリジナルの部分が、どういうふうにやったらやれるのか、しかしデメリットはこういうのがあるよっていうのは、またその次回示してもらえばいいんじゃないですか。もう今日は多分想像であだこだ言うても、結局この大節の部分と こういう部分ですよっていうのが、あれだろうから、若干今度は、審査の方法とやり方と中身の問題のボリュームの問題と執行部の考え方もあるけんですね、やっぱ執行部としてはこれだけのボリュームは絶対出しとかな、審査でやられたら困るという面もあるかもしれんし、我々はそのはっきり言ってある程度の方法の中では簡素化して、一緒に分割をするわけですけどね、各常任会に。もう全体のやっぱり議員がそのはっきりできるという、このメリットですよね。一番問題はやっぱり言われたように、その日程のその時点です、常任会のですね、先ほど言われたように審査する中で特別に審査する日程でどこに日程を調整していくかという、この問題はやっぱり執行部との執行部のやり取りの中はやっぱりきちっと相談した方がいいと思いますし、流れはこういう流れでいいんじゃないですか。だから後の詰めにしてはですね、やっぱり執行部とのをして、言われたそのメリットというのはどういうメリットがあるのかというのはですね、やっぱりおのずと出てくると思いますよ。
そうあの、事務手続きをしながら執行部とですね、宇宙議会としての、まあ、そのうちメリットが出てくると思いますけど、メリットは必ず出ると思います。そう、全員の議員が 見るわけですけど、審査するわけですから、一部の議員じゃなくてからですね、議員じゃなくてから、もうそれが一番メリットですよ、うん、そうですね、はい、で、まあ皆様の、ご意見をこう取りまとめますと、まあ、方向性としては大枠いいんじゃないかと。であと、まあ、これをこう議論するにあたってもうちょっといろいろ、まあ、執行部との相談であるとか事務局との相談であるとか他の他市の状況であるとかとかとも含めてもう一段相談をした上でここにご提示するということで、はい、よろしいでしょうか。はい、わかりました。では、そのようにですね、この 方向性というかこの方向性で検討を進めるということを、ご確認いただいてよろしいでしょうか。はい、はい、それではそのように進めさせていただきます。で、次にですね、議会基本条例についてです。で、本件にもですね、ついても、持ち帰りをしていただいておりまして、まあ一つ提示をした県で開かれた、市議会議員の研修会で、ご紹介をされたですね、大津市のですね、議会基本条例を皆さんのところにお渡しをして、まずちょっとこれを読んできて、で、読んできていただけませんかということでお話をしていたかと思うのですけれども、忘れた皆さん、資料はありますか。俺の品が、はい、資料がない、紹介します。本会議に戻します。はい、はい、資料は皆さんの手元届きましたでしょうか。はい、はい、議会基本条例の大津市の文を皆さんのところにお渡しをしたところです。で、まあ、事前に、中身目を通してご意見ご感想をお寄せくださいということで前回持ち帰っていただいておりますけれども、何かご意見ご感想ありませんか。よろしいですか。はい、なりまちん、ちょっとこれは私が今拝見してまだ少し目を通さんという感じですけど、昨日 の野村先生 の、ですね、見解の中で、まあ、私の受け取り方なんですが、まあ、議会基本条例のを、まあ、揉む前に現場でしっかり頑張ったらいかがかというような第一人者の方のご発言もあったので、この基本条例についてはまだそこまで進めることではないのかなというふうな印象を私は受けました。はい、他にご意見ございませんか。はい、橋本委員、今のと関連して昨日先生が言われた市長の反問権があるから一番良くないんだということだったんですが、この大津市の条例を読むとその市長の反問権地のどこに該当するのかなって、第18条の2項ではその関連に対しての質問することができると書いてあるんですけども、その反問権そのものの意図がちょっと分からなかったので、もしどこかあれば逆に教えていただきたい。社務に反問権が入れるという話は、うん、はい、反問権ですね。もう18条の2条はこれは、ただこう確認することができる、確認ですよね、質問の内容の確認ですよね。反問権には該当しないと思ったんです、うんうん、でも後の市長と議会との関係の中ではその反問権議員の意見に対して執行部等の意見を述べることができるというのがですね、はいはい、どういうことにやれてるのかなというのがちょっとあったんです。これ多分ここの大津市の、私が言うと大津市のにはですね、反問権っていうのはないんだと思います、はい、だから昨日の批判の方はまた逆に当てはまらないのかなっていう印象は、うん、はい、委員長ですか。はい、中村委員、まあ、大津市と両立なかなかいいなというものと文書ではなくて実際こう
行って、まあ、聞きたいなというのもあるんですが、その中のやっぱこの第14条に対しての14条の2に、議会は請願の審査に際し請願者から趣旨の説明を聞く機会を確保するよう努めるものとするというようなことでございますので、これもちょっと具体的、まあ、ここ私の元のどういう具体的にやっておられるのかなというような感じをしました。これは今議運であの審査をされたんですかね。まあ、今言ったのはあの委員中ですか、あの、はい、市民参加の機会の充実というその14条なんですが、まあ、どのようにしてこう仕組みですね、やり方ですか、やってるのかなっていうのはちょっと疑問に思いました、ちょっとはい、疑問で思いました。これ調査したいという話じゃないですか、うんうん、まあ、ですけど結構調査すればいい興味の例だなというふうに私は思いました、うん、これはあの、資料のですね、その後でつけてる分の解説の部分がですね、これあの解説の部分も皆さんのところにお上げしているというふうに思うんですが、その14ページのところに、まあ、第14条の中身の解説とするには解説の考え方で、請願の審査に対してはその内容を考慮した上で請願者を委員会に招致するなどして直接請願趣旨の説明を聞く機会を確保するよう努めることを定めていると。だけど、この具体的にどがんしおらすかって話でしょ、今の中の、はい。解説と、まあ解説とこの条文がちょっと、まあ、ちょっと 解説があの具体的に書いてあれば、まあ、納得するかもしれないけど、うん、まあ、この解説でちょっとな、まあ、言えないことございます。なんか他にご意見とありますか。委員長、はい、橋本委員、まだそれぞれあの温度差もある、あのこの熟知度の中で温度差もあるようでございますから、うん、もうちょっと時間をいただきたい。はい、で皆さんのところに、もう一度あの資料をお上げしましたので、少しまたあの中身あの読み込んでおいていただくということでいいですかね。はい、はい、じゃあそのように基本条例については、これを参考にしてあの少し調査を進めるということについてはよろしいですか。はい、すみません、はい、これ私にわからないのを言ってあったのが、はい、あの通年議会の13条をですね、はい、ここには年1回とするという意味がちょっとあのわからないんですけども、あの第13条の議会の定例会の会室は年1回とするという意味がですね、年1回とか、年1回してさっさとなるかとか、あるいは普通このなんか例えば、その意味はなんかちょっと知らないので教えていただければ。あの1回開くとずっとっていう話だったんですね。1回定例会ということで、例えば4月に開き1回定例会を開けば、もうずっと通年ですから、もうずと審議が行われますよ。いつどのような、そういう意味で、はい、だから定例会というのが年1回、はい、うん、それがもう言われば開始というか、だから1回というのは当初予算の中村委員、はい、中村委員長、はい、はい、1回というのは当初予算の審議の1回という意味じゃなかったの。いや違う、じゃないです。で、あの今年度、まあ、言われば開会をして、開会しますっていうと、もう1年間ずっと365日議会は開会されてますよということの意味で、それで通年議会って書いてあるんです、はい、スタートを決めると。ありがとうございました、はい、それではまたあの読んでいただいて、また次に、皆さんのところと意見交換をしたいという思いますが、そのように進めさせていただいてよろしいでしょうか。はい、それでは3点終わりました。
その他、皆さんのところから何かご意見とありましたらお願いいたします。よろしいですか。はい、先ほど来成松議員からも基本上についての先日の議員研修会で野村氏がその発言をなされて、まあ、橋本議員からの質問に野村氏が答えたわけでありますが、その点について1点だけです。議員定数の問題で、まあ、野村氏があのような発言をいたしました。私もそれからすぐ、まあ、鎌倉市、等々で、調査をした結果、皆さん方に、野村氏の発言と裏腹なですね、調査結果が出ましたので、皆さん方にご報告しておきます。鎌倉市が17万の人口です。議員定数が26名です。その中でいろんな野村氏の発言というのはほとんどありません。審議会に一つ入っておりましたけれども、まあ、あのような発言の中でですね、誤解を招くような研修会で野村氏の発言についてはですね、私としては理解を得ないということで、委員長、まあ、委員長、僕はその他でも議員定数の問題でありますので、そこらについてはですね、もう少し、野村氏も発言についてはですね、自分の地元は17万の人口で26人しかいない。それに、議員の報酬は野村氏が言った通り47万5千やったかな、まあ、そういう状況でありましたことをですね、議員定数の中でその他で、まあ、私が幹事調査した結果の中でですね、報告をいたしたい。皆さん方の一つ、議員研修の中でのですね、野村氏の発言というのは私が間違っているというような感じを受けましたということです。はい、何万ですか。17万って、はい、26人か。委員長。はい、成松委員。まあ、今山本先生のそのイメージというか意見というか、まあ、そういうのもあるんでしょうけれども、私は逆にですね、野村先生あれだけのやっぱ今まで、いろいろな場面で、来られて、そして全国の自治体も先生の書かれた24巻のやっぱバイブル的なものであったり、まだ日の目を見てないものも含めてですね、非常に、まあ、すすきら議長は素晴らしい講師を選定されたなというふうに感じておるところでした。でその第一人者が言われる部分というのは、やはり何て言うんですかね、保守革新関係なく中立な目の中でおっしゃってたなという感じは私は否めないなというふうに思いましたので、まあ、この議員定数の問題というのが、まあ、議会改革にあるところがあって、まあ、非常に聞きたい質問でもあったなというところで、ああいうご意見でしたので、私はあの意見はしっかりと受け止めさせて審議に臨むというふうに思っております。以上です。はい、わかりませんか。よろしいですか。はい、私も今日ですね、政協力員の方が見られて、で今議員定数をちょっと議論しとったいなって言われた時、その人のもう一住民政協力員であるわけですが、野村先生の話と同じことを言われたんですね。やっぱり住民の声をやっぱ幅広く引き上げるためには、それ相応の議員が多くなければいけないという、そこはもうすぐ私も昨日野村先生の話でやっぱこういうことを言われて、先生の持論っていうのはまあ、確かに一理あったなということを共感したと。よろしいですか。はい、山本委員。まあ、私も野村氏の、まあ、2回目で私も研修でですね、その場に立ち会ったんですけど、山本議長の時久しぶりと早きました。その時はですね、本当に素晴らしい考えを持っておりました。で私は昨日久しぶりに何十年ぶりお会いしたんですけども、まあ、年寄ったなという感じで、彼も相手も よく批判しますので、私も批判したいという気持ちになってですね、彼がやっぱあのような研修会であんまりですね、批判しなければいいんですけども、彼も本当に置いたなという感じがしました。まあ、そういう中で人口というですね、ことをほとんどですね、言わないんですね。人口減少。人口減少がですね、一番のですね、定数の問題について議論をするという、私はそれが持論だと思うんですね。まあ、そういうふうに、まあ、お互いに感じたのは、そういう研修会で感じたと、まあ、いうことですので、はい。まあ、そういうことでございます。素晴らしい講師だった、講師ですよ。最初山本さんも議長の時読んでるんだ。はい、他に読んだつはございませんか。アンコレファだったらはい、30年の話ばっかりしとったら、30年の話ばっかり。まあ、昨日の研修も含めてですね、様々なご意見があると
ということにはもう間違いのないことでありますし、はい、まあ、意見聴取もですね、市民の皆さんのところからお願いをしているところでもありますので、まあ、それらも含めて、検討審議を進めていきたいというふうに思っております。はい、はい、他にございませんか。はい、なければですね、次に次回の開催についてなんですが、4月13日木曜日10時から開催いたしたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。はい、以上で本日の日程は全部終了いたしました。これをもって議会改革特別委員会を散会いたします。お疲れ様でした。ありがとうございました。